リーン・イントゥイットはアメリカのハードロックバンドミスター・ビッグがリリースした2作目のオリジナルアルバムである。前作ミスター・ビッグから約2年ぶりとなるオリジナルアルバム。全米ナンバーワンヒット曲 To b E With You などを収録。大ヒットして現在における彼らの人気を不動のものとした。また、このアルバムから日本版のみにボーナストラックが収録される。 しかし、6 0 s マインド、2 b e w i t h y o u の2曲はアルバムに収録するか否かがメンバーの間で問題となった。このポップな2曲のヒットによって、ブリティッシュハードロックに根ざしたブルージーがロックバンドという結成当時の構想と現実との間にズレが生じ始める皮肉な結果を生んだ。良くも悪くも、ここがバンドの分岐点となった。 アルバムジャケットには1895年に発生したフランスのモンパルナス駅での列車事故の写真が使用されている。デビュー20周年の2009年に再結成ジャパンツアー記念エディションとしてリマスタリングボーナストラック収録で日本で再発売された。2021年30周年記念版のリリースが発表された。 アルバムジャケットに使用された1895年の列車事故の写真ダディ、ブラザー、ラバー、リトルボーイ、ダディ、ブラザー、ラバー、リトルボーイライブでは序盤に演奏されることが多い。先端にギターピックを取り付けた電気ドリルによるトリックプレイは定番となっている。アライブキッキン、アライブキッキン60、S マインド、グリーン、ティンテッドシックスティーズマインド日本における。 最初のシングル。CD 回回ラッキーディズタイム。CD 回回ラッキーディズタイムブードゥーキス。ブードゥーキスネバーセイネバーネバーセイネバージャストテイクマイハートジャストテイクマイハート日本のセカンドシングル。バラードベストアルバムディープカッツではリメイクされている。マイカインダーウーマンマイカインダーウーマンファーストシングルのカップリング。あ、リトルトゥルーズエイリトルトゥルーズロードトゥルイン。 ロードツールイントゥビー、ウィズユー、ツービーウィズユーセカンドシングル収録曲。ライブでは終盤に必ず演奏される。ラブメイクスユーストロング、ラブメイクスユーストロングボーナストラック。アライブキッキン60、エスマインドトゥビー、ウィズユー全々曲からこの曲までは日本の再発版によるボーナストラック。ありがとうございます。